皆さんこんにちは、太郎です。本日は12月3日土曜日です。本日もですね、きゅうりの収穫を行いまして、そして本日土曜日ということで市場が休場日ですので、またきゅうりのね、収量も今日は大したことがなかったので箱詰め作業を終えてきゅうりの管理作業にやってきました。で、本日はですね、このね、摘心きゅうりなんですけれども、こちらの管理作業を行っております。先々週から言っていた通りですね、この摘心きゅうり元気がなくなってきたので、芯を止めたり葉っぱを落としたりすることをですね、できる限りやめて、そして元気なつるに関してはですね、このようにひたすら上げておりましたね。これつるおろしじゃないんですよね、摘心きゅうりなんですけれども、このように元気なつるをピックアップしてね、ひたすら上げていましたが、ようやくですね、受精が回復してまいりました。とてもね、嬉しいですね。もう最近は本当木がね、なり疲れと言いますか、弱ったなぁと。まだね、完全回復とはいきませんが、そしてもちろんこれから寒くなりますので、樹勢はね、落ちる一方でありますけれども、葉っぱを取らない、芯を止めない、そしてね、このような変な形の実はできるだけ取り除くと。ちっちゃいうちにね、もうどんどん取り除いて、ポリ袋や花ごとしてね、出荷するようにしておりました。まあね、それを 2,3 週間しておりましたが、やっとちょっとずつ受精を取り戻してきたかなというところであります。もちろん取り忘れもね、このようにありますが、なかなかね、全部をね、取り除ききることはできませんけれども、いい感じになってきたなと。でね、ピーク、汚い実が多かったピークの頃と比べるとだいぶ綺麗になったのかなと思います。もうね、こういうボコボコな実がなったりしてたので、先日ね、農薬散布も行いましたが、葉面剤も一緒に入れて、葉面散布ですね、肥料の、それもね、殺菌剤、殺虫剤と一緒に散布しましたが、効いてくれているのかなと信じたいところであります。でね、芯を上げているところはもちろんなんですけれども、そういった若い枝を中心にですね、このように若い葉っぱも増えてきたので、この黒ずんだ葉っぱだけのね、黒ずんだ葉っぱが多かった摘心の部分のきゅうりの姿もね、ちょっとね、色味がね、若返ったかなというところであります。このようにね、伸びてきましたね。最初の方に上げていた摘心のね、つるは、つるをね、扱えるぐらいの長さにもなってきました。ようやくね、この受精を取り戻してきたということで、またね、ちょっと管理を頑張りたいなと思ったところなんですけれども、ここはね、一つね、我慢ですね。やっぱりね、管理はしたいんですけれども、あんまりね、やりすぎるとまた受精が落ちちゃうので、ちょっとね、わさわさとなってしまっておりますが、もうね、放任というね、管理をね、よく言えば放任ですけど、ほったらかしと。これをね、あえてね、触りたい気持ちを抑えながら、相手のね、放任をね、するべきかなと今考えております。はい、で、そんな感じでね、枝を上げてきた摘心きゅうりなんですけれども、このようにね、上げてきた枝、
最初ね芯がちっちゃいなと思ってたんですけれども、芯もね結構大きくなってくれて、よいしょ、このようにね、ちょっと比較対象がありませんが普通の大きさですね。こう見るとなんて言うんだろう、まあ、普通サイズの芯になってくれました。っていうのもですね、前回いけない動画をアップした時に、芯の大きさでこのねピックアップするツル、もちろん全部が全部のツルをね上げちゃいけないので、しっかり芯のサイズを見ながら芯を上げたいという動画を作ったんですけれども、まあ、その前までねこの上げる芯を大きさを考えずに下からね、下のツルを上げると後の管理がやりやすいかなと思って、下できるだけ下にある芯を選んでたんですが、どうしても枝が細いということでね、そのまんまじゃいけないなと思ってルールを変更して元気のある枝、それを選ぶようにしたところでした。まあ、ただその回もあってか、もしくはただ芯が成長したのか、結構ね残している芯に関してはいい感じの大きさになってきました。まあ、もちろんねちっちゃい芯がそのまんまというのもあるので、そういったのはねまだ観察を続けながら、これから上げていく芯は大きいもの、それをねできるだけ大きいものを1つの木から4本程度ピックアップして上げていきたいなと思っております。はい、続きまして、ここはねいつも私が映しているつるおろしをやっている部分です。やっぱりね摘心と比べると綺麗ですね。できる実も綺麗でね、まっすぐな実がなって、おっと摘心、つるおろしで取り忘れは最悪ですね。見えるところになってるのに、よいしょ、これは取っておきましょう。はい、ということでね、まあねいいなぁといつもね、うん、まあねちょっと曲がってますけれども、まあもうこのぐらいはね曲がりますが、ほぼねまっすぐな実がなりますね。でね、もちろん木はね疲れているんでしょうけれども、やっぱりね成長点の近くといいますか、ずっとね若い葉っぱだけを蓄えていることもあって見た目がいいですね。まあ、これもですね摘心じゃないですが、芯を止めて更新型というのがあるみたいでですね、芯を止めたら枝が出てきますよね。で、まあそれを育てる方法もあるみたいです。まあ、これみたいにね更新型になってしまったやつもありますが、これはねこのつるを下ろすときにポキッと先っぽ折っちゃったので、そこからね芽出てくる芽をつまずに伸ばして、このね違う芯を出している、なので孫枝かな、孫づるをね伸ばしているような感じになるんですけれども、このようにね折っちゃったんですよね。これ孫づる伸ばしてます。まあ、このね孫づるに関してはね石管はねこんぐらいなんですけれども、まあね伸びるのが早いですね。つるおろしいつもねなんでかなと思っております。まあ、ただね最近思ったのが、まあ、私のハウスね摘心のハウスなので、摘心にね合わせてるんですけれども、環境制御というか温度管理ですね、やっぱりそれじゃねちょっと温度が高いでしょうね。この節の長さを見て思いましたね。管理する温度が高いとこの節が長くなると言われてますが、長いですもんね。まあ、だからといってねひょろ長い実がなるわけではないので、まあよしとはしてますけれども、これ瑞穂という品種です。なのでもしかしたらこのね高い温度と相性がいいのかもしれませんね、この瑞穂のつるおろし栽培は。まあ、そんなこんな思いながらね、ただ一ベッドのために温度を下げるわけにはいかないので、設定温度を、そしたら本当にね残りの28ベッド全部がね影響を受けちゃうので、おっと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 
毎日取り逃しがあるな。まあね、温度はもうこの高めの温度設定ではいきますけれども、いやービヨーンとね伸びちゃってますね。先日ね農薬散布して、まあその時はね、まあ、倒れなかったからよかったんですけれども、今日散布したらもう倒しちゃってるでしょうね。またポキッとはいかないでしょうけどね、やっぱりね精神的にねあんまりよろしくないというかね、ポキッといっちゃうというか倒しちゃうとね、まあ、そんなこんな思いながらね農薬散歩をしておりますが、ただね管理は大変ですけれども、できる実そして木が綺麗でいいなぁと。でね、おそらくつるおろしはね摘心きゅうりほど予防の回数も必要としないんですよね。聞いている話ですと、やはりつるおろしの農家さんは予防の回数がね少なく済むみたいなので、摘心の間隔だと1週間に1回ぐらいしますが、つるおろしの場合はそこまでの頻度はいらないと。まあ、確かにね予防してねしっかりねかかりますし、葉っぱもねいっぱいあるわけじゃないですからね、そうだろうなと。そして若い枝だけずっと伸ばしてる形なので、そんな感じになるんだろうなと思いますね。本当にね葉っぱが綺麗ですもんね、実も綺麗葉っぱも綺麗、まあ、ただ管理がねとても大変とね。え、人間がいっぱいいればねこっちのつるおろしの方が魅力的かもしれませんね。木も長持ちするみたいですしね、しそうですよねこの感じだと。ずっとね綺麗な部分が育ち続けてるので、まあまあまあ年をまたいでね長い人は6月頃まで引っ張りますが、そこまでできるポテンシャルのあるねやり方なので、まあ、それはねまだ年内なんで綺麗なのは普通かもしれませんが、摘心ばっかりやってきた自分からするとですねすごいなと思うところであります。はい、またねこれも明日明後日ぐらいには下ろさないなといけないなと思ってるところですね。まあかハウスのね暖房機も回り始めて、夜温もねまあ低くはならないようにしてますが、まあ、その分このつるおろしきゅうりにとっては伸びやすい条件だと思うので、しっかりこっちの管理も頑張っていきたいと思います。ということで本日もご視聴ありがとうございました。本日の動画良かったよ、摘心のきゅうり受精が回復して良かったねと思ってくださる方はコメント高評価チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それではありがとうございました。失礼いたします。